はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ペリズマイ様、ペリツマ様、ご支援ありがとうございました。ご夫婦で、別々にご支援いただいて、誠に恐縮であります。何度もご支援いただいちゃって、ありがとうございます。金井製雇われ店長、様、千尋様、お手紙と、物品のご支援、ありがとうございました。雇われ店長様と千尋様、ね、ありがとうございました。松戸ポスティングボランティア、お申し出、ありがとうございました。あ、違うわ。千尋様が松戸ポスティングボランティアのお申し出、いただきました。なるべく早くチラシの方を送らせていただきます。雇われ店長様、物品とお手紙のご支援ですね。ありがとうございました。金山様、武田様、お手紙いただきました。ありがとうございます。日本製品は決して取り上げないのに、サムスンとファーウェイの新製品は喜んで宣伝する。釜山の台風被害を心配して全国報道、実数500人の国葬反対集会を主催者発表の言うまま1万5000人と報道、 BTS 誰の徴兵問題を全国報道、国葬取材ではシールズ幹部福田和歌子と行動を共にし、一般人として偽装放送する撮影クルー、NHK を次世代に残してはいけません、NHK 倒せないで当時の大人たちは何を言ってやっていたのか、だらしがないと、子孫にそしられますんでね。というわけで、あの10月2日渋谷にて NHK 解体デモにご参加ください。まあ、スクランブルと偽装はしておりますけれども、渋谷区神宮通り公園北側、神宮前 6-22-8 13時30分集合であります。午後1時半集合であります。よろしくお願いいたします。俺も参加したけどニュースにならなかった、歴史の証人になってください。山本一太群馬県知事、公権力を行使しない業務に配置することで外国籍の県職員の採用も可能とし、来年から知事部局の職員採用から国籍条項を撤廃する方針、外国人雇うってネットの話、マジ群馬国、有権者に何の得が、やりたい放題やられそう、スパイ防止法が必要、中国共産党員送り込まれる、下手したら国防に関わる問題、外人が外人に日本人の税金で生活保護を出すのか、公務員志望の日本人が不足なんてありえないだろう、日本人の雇用がその分減る、税金を扱う仕事を高飛びできる人間に任せるのはナンセンス、その権力は国民の代表がこれを行使し、行政権っていうのがありますよね。権力、つまり公務員は権力者。豊島区のバカな立憲議員が議員に権力などないって、バカなこと言ってて、コテンパンにやっつけられましたけれども、食中毒出した店に営業投資する。営業停止する権限とか、ガサ入れする権限であるとか、脱税してる事務所の壁ぶち壊してね、ガサ入れすとか、厚労省のマトリは警官じゃないけれども、拳銃持ってますからね。公務員は大なり小なり、権力者なんですよ。行政権力の行使、まあ、代行ですけれどもね、国籍条項撤廃は、これに反しますよね。その権力は国民がこれを行使する、反しますよね。公権力と関係がない部局で、それをどこが、どんな基準で決めるのか、すべてが曖昧。知事局に置くってことは、知事の近くに置くってことだから、知事を洗脳しやすくなんじゃねえの？知事に影響出やすくなんじゃねえの？山本知事もですね、なんか分かってる風なこと言いたいとか、いい人に見られたい欲望に曲げたのか、それとも今夢中になっているハニトラ外国人女性を知事部局に置きたい、手元に置きたい、いつでも手出せるように、月水月水そういうような考えでやってんだが、憲法違反である、有権者に何の得がある、そんなことやってる権はどこもない、優秀な日本人がいくらでもいるだろう、
外国が工作員を送り込んでくる、その分日本人の雇用が減る、これが全てですね、山本はこの疑問をですね、多文化共生、時代の流れとか抽象的な答弁で乗り切ろうとしているみたいですけど、そうはいくかと、皆様あの山本知事への質問はこちらから、群馬県のホームページに、質問っていうのがあります、URL も貼っておきますけれども、上記の質問を知事にぶつけてください、つまり有権者に何の得が、憲法違反じゃないか、公権力と関係ないとこって、誰がどういう基準で判断するのか、などなどですね、何百もこういうメール言ったら考え直すかもしれませんのでね、大手メディアの中で朝日新聞だけが国葬欠席、大手でないんですけど東京新聞も欠席しておりました、京都新聞、うちには招待状が届かなかったっていう、いう反応ですね。ネットの反応、うわー、いい大人が毎日新聞でさえ朝日って取材しないんだ、へー、孤立してるのは朝日新聞じゃん。狂信的安倍側がメインの読者だと参列したくてもできない。招待されなかった京都新聞、惨め。惨めやな。朝日は安倍側を代表するパヨのプライド、オピニオンリーダーとして、まあ、出れなかった。反日仲間のあの国族仲間の毎日や中日に裏切られてて、笑っちゃいますね。謝税がですね、安倍の組織はうちが出すだったから、言ったら言ったでですね、国葬費用を負担しろ、ぐらい言われそうでいけなかったのかな。私、あの、国葬の場にいて、朝日新聞って、いたら、費用出せよって、おめえらが出すなって、言っちゃうな。随分淘汰された、今の朝日読者はですね、筋金入りの安倍側だもんね。こんな許されないですね。まあそういう風にあの洗脳した、読者を洗脳したのも朝日なんで、自業自得なんですけどね。C カズを、福島みずほを投入した全力の、国葬反対集会に500人しか集まらなかった安倍側涙目。息も絶え絶え。さらに菅前総理の弔辞が感動的だったことにイライラしたようで、朝日新聞社員で全然間違ってることをさも知った風にドヤ顔で断言する芸風の左翼芸人玉川徹に、あれは電通の作文と言わせ、狙い通り非難合々を食らっておりました。ネットの話、菅野弔辞が良すぎてパヨ界隈に聞きすぎた件、全国放送でごちゃん並みの妄想垂れ流し、7月にテレビで話した内容と同じって知らんのかこいつ、自分がテレ朝の台本読んでるから菅もそうだと思ったんだろう、もうこいつ病気だろう。よくもそんなこと証拠もなしに公言できるな、お、電通を敵に回しちゃってええの、あれほど喧嘩の列ができて悔しかったとか、全部やらせのテレビ局は言うことが違いますね。どうしてこうも卑しいんだろうというですね、玉川は朝日新聞社員であります。朝日の言いたいことを玉川にテレ朝で言わせたのか、つまり玉川を見張ってれば朝日の意向がわかると、各方面から抗議されたらしく、番組の隙間で事実ではありませんでした、ちょろっと謝罪しておりました。ネットの話許さない。妄想でお話ししていたんですね。電通があんな温かい言葉を綴れるわけがない、最低でも番組打ち切りレベル、いい大人が謝って終わりなの、切腹して詫びたら、これが自民だったら袋叩きの上やめろコール、全くの思いつきを全国放送してるってやばすぎる、弱きをくじき強きになびくクズメディア代表って感じで、とても嫌悪感が巻きます、菅さんに土下座しろ、イビデンスねえよそんなもんっていうあの精神でですね、デマを全国放送すると、まあいくら叩いてもですね、やり返してこない自民議員のつもりで嘘ついたら相手は電通だったと、ここは一つですね、あの切腹して詫びるっていうのはどうでしょうね。誰しもが玉川徹を見直すと思いますよ。どうしてこんなに卑しいんだろう、そういう人間だからこそ朝日に重用されてんじゃないですかね、全くね朝日代表らしいゲスなクズらしくていいっすよね、朝日としてはあのこいつの代わりの恥じらずなんかいくらでもいいし、切腹して名誉回復をした方がいいんではないかと私思います。
まあ芸風から言うとですね、切腹なんて文化は玉川にはねえから、油かぶって火つけるっつうのはどうですかね、お詫びしますって、あの電子通のあの会社の前でどうでしょう、受けますよ、名誉も回復されますよ、見直されますよ。まあ、あの、代わりの人間据えて終わりでしょうけどね。速報、アメリカ政府、在ロ米人緊急退避を通告、徴兵される恐れがある。すげえ、アメリカ人が徴兵されるってこと？戦争前に撤去命令、退去命令出したのに正確だったし、資材没収とかしてきそう。ロシアに人質に取られるからじゃね。報復で、なんかしょうもない嫌がらせしそうだし、ていうかまだ残ってるやついんの。ロシアによる日本人も、なんか情報つかんだんだろう。2018年に民間人の財産没収を可能とする法律ができている。ロシアの話ね。すでに常識が通用しない世界になっているから、ロシアを核攻撃する準備と。外国人の徴兵って内部破壊されないかと思いましたけれども、米ロ両方の国籍持ってる人、二重国籍は徴兵されっかもよっていうことらしいです。なるほど。二重国籍でいいこともあれば悪いこともあるんだな。アメリカは出生地主義を採用しているため、日本人が夫婦がですね、アメリカ出張中、赴任中に出産した子供には、米国籍が与えられます。日米二重国籍になります。小野田君さんもシカゴ生まれ。小野田さんは父親がアメリカ人なんで、まあどこで生まれても米国籍もらいましたけれども、アメリカ国籍があると、米国で合法的に働けるし、いつまでも。永住権もあると。これに目をつけたですね、韓国人の出産間近な妊婦がアメリカに行く。問題が数年前にあの報道されてました。可能なインチキ見逃さずにやる、のはさすがだな。今はそういう報道ないんで、何らかの対策されちゃったんでしょうね。今ロシアは見境なく成人男子を徴兵バスで誘拐して軍服着させて戦場に送り出してる、状態であります。年齢も60歳まで緩和してですね、61歳じゃないと政府じゃない、徴兵された勇敢なロシア兵の皆さんですけど、なんかくたびれてて絶望してますね。戦闘の真ん中の人なんかこんなうつむいちゃってがっかりしちゃって気の毒だな。真ん中のおっさんはなんじゃこりゃって顔でライフル眺めてますけれども、大丈夫か。情報統制されてて、まさかこんなことになるんって思ってなかったんだろうね。だから入国じゃないや、脱出ラッシュ、ジョージア、グルジア国境付近で30キロの渋滞だって言いますから、核攻撃の準備、これはありそうですね。ロシアが何から何まで非合理的なんで備えるのは必要。土地狂ってですね、横田や横須賀を核攻撃しない保証ありませんしね。エーザイとアメリカバイオジェンが共同開発しているレカネマブという薬がですね、アルツハイマーの進行を遅らせる効果があったと発表。抑制幅、抑制率とも良好なデータ。これを受け、エーザイ株はストップ高になりました。来年3月までに申請、アメリカで申請をする、日本でも順次行う予定だそうであります。ネットの話、ボケなくなるの？治りはしないのか。今んとこ進行を遅らせることしか、それでも十分役に立つ。まあうちは遅いんですけどね。これ身内の方がボケちゃったかなんかしたんでしょうか。ハゲは治らないんですかという、投稿あって爆笑しちゃいましたけども、アルツハイマーは脳内にアミロイド β という物質がですね、蓄積し70歳ぐらいから発症すると、今は分かっております。レーガン大統領、サッチャー首相も発症しちゃいました。認知症の一原因であるが、すべてではありません。認知症がすべてアルツハイマーなわけではありません。なので、これでボケから人類が解放されるわけではありませんけど、寝てる間にですね、考えることによって発生するアミロイド β が洗い流される。
そうなんですよ。だからあのよく考えない頭使わない人はアミロイド β も発生せずにアルツハイマーにもならない、あとたっぷり寝てる人は洗い流されて、ならない、冷戦を終わらせた立役者のレーガンもサッチャーも日頃考えまくっててですね、あんまり寝てなかったかもしれないですね、同じく立役者のゴルバチョフ、つい最近まで生きてたからたっぷり寝てたかもしれないですね、あるいはよく考えもせず、ショートスリーパーの方はご用心ください。ハゲは治らないんですかって、博打をおっしゃいましたけれども、そのうちですね、ハゲの進行を遅らせる薬が開発されるんではないかと思います。獣医的にはですね、私獣医ですけれども、一つだけ抗がん摘出で、ふさふさになるような気もするんですよね。多すぎる男性ホルモンが原因だとすれば、ほぼ全ての男性ホルモン、抗がんで作ってますんで、一つだけ取っちゃう。多すぎんだからっていうことで、下はね、ふさふさ、今、薄い人でも、ふさふさになるんじゃないか、と、獣医的には考えますけど、前立腺肥大もならなくなりそう、前立腺肥大も多すぎる男性ホルモンっていうのが、原因ですから、これもなんなくなりそうですね。あとね、長距離、車運転する人、長距離ドライバーであるとか、タクシー運転手さんとか、なるんだって。これは、男性ホルモンとは関係なく、前立腺肥大。犬の前立腺肥大ってね、おしっこじゃなくて、うんこが出なくなっちゃうんで、命取りなんですよ。何件か見ましたけど。まあ、治し方は簡単でね、男性ホルモン抑える、サキオジールって言ったかな。そういうのを、飲ましてですね、縮んだところで、去勢手術。そうするともうなりませんので言ってですね、何件かやりましたけれども、まあ、獣医的には前立腺肥大もならなくなりそう。あと、一個だけ取っても、ふさふさ生えてきそうであります。というわけで、10月2日、NHK 解体デモ、よろしくお願いします。メール党員さん、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。